はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと緊急で動画を撮ってます。と言ってもね、緊急じゃないんですけどね。よくあの有名 YouTuber が緊急で動画撮ってますとか言ってますけど、だいたいどうでもいい内容だったりするんですが、はい、今日の内容はこちらです。ニセコの花園スキー場のリフトですね、一番下のリフトが掛け替えられました。もともとクワッドリフトがかかってたんですが、6人乗りになりましたね。6って何て言うんですかね、後で調べておきますけども、6人乗りリフトで、これがまあ海外では比較的当たり前にあるリフトらしいんですけども、最新鋭のリフトですね。こういう風になんかゲーミングチェアみたいになってますが、本革製です。革でできてて、なおかつヘッドレスト付き、いいですね。で、なんといってもこれすごいのが、これ触ってみるとあったかいんですよ。こっちはそうでもないんですけど、ここ座るところあったかいんですね。これヒーターが入ってるっぽいですね。座った瞬間晴れてないのに椅子あったかいぞと思ったら、これヒーターですよ。すごい。で、何がすごいかって、これどっから電源取ってるんだって話ですよね。これまさかこのロープに電気流すわけにいかないでしょうし、でもそのまさかだったりするんかな。バッテリーってこともないだろうしな、こんなのすぐバッテリー上がっちゃいますもんね。そこが謎ですね。どっから電源取ってるのか、もし知ってらっしゃる方いたらコメント欄にコメントよろしくお願いします。はい、以上、緊急の、緊急じゃないけど緊急の動画でした。ご視聴ありがとうございました。